はい、今回のこの動画では、ワードプレスプラグインのテーブルオブコンテンツプラスについて解説します。で、こちらのプラグインなのですが、こちらの目次を表示させるプラグインとなっています。はい、では早速インストールから行っていきたいと思います。こちらのプラグイン新規追加をクリックしてください。はい、で、続いて、はい、このようにプラグイン名を入力してください。で、こちらの検索結果に現れたこちらをインストールして、さらに有効化も同時に行ってください。はい、で、有効化が終わりますと、このように設定画面の中に、はい、TOC プラスというふうに出てきますので、こちらをクリックしてください。で、場合によっては目次プラスとなっている場合もありますので、そちらをクリックしてください。はい。で、続いてこちらから設定を行っていきます。まず、表示条件ということで、こちら、3つ以上見出しがあるときに設定をお願いします。あと、以下コンテンツタイプを自動挿入ということで、まあ、こちらの投稿のポストにチェックを入れてください。で、固定ページであるページに表示したい場合は、こちらにチェックを入れてください。こちらは任意でお願いします。まあ、固定ページに表示させたい場合は、こちらにチェックを入れるという形になります。まあ、あとはこちらの見出しテキストということで、こちらに目次と入力してください。で、こちらに表示と入力してください。あとは下にスクロールしていただいて、この上級者向けを表示にしてください。で、ここで見出しレベルということで、見出しとして表示させるものをチェックを入れることができます。で、大体この見出し3あたりから表示させるかといいかと思います。あまり多すぎると煩雑になってしまうので、見出し3から表示させるようにチェックを入れてください。まあ、こちらは任意の結構ですので、まあ、大体見出し3から表示させるようにしてください。で、最後にこの設定を更新をクリックしてください。はい、そうしますと、こちらに実際に反映されます。この見出しがあると、実際にこのように瞬時にページが移動できますので、大変便利なプラグインとなっています。はい、今回のこの動画は以上となります。